ヘレン・スズマンは南アフリカ共和国の反アパルトヘイト活動家、政治家。1917年11月7日、ヨハネスブルク近郊でリトアニア系ユダヤ人の移民の家庭に生まれる。ウィット・オータースランド大学で経済学及び統計学を学ぶ。20歳の時、モーゼス・スズマン博士と結婚した。二人は年の離れた夫婦であったが、 1944年、大学に講師として戻る前に二人の娘が生まれた。ヘレンは、大学で教弁を取ることを継続したいと望んでいたが、1953年に、南アフリカ議会に統一党から立候補することとなり、諦めざるを得なかった。1959年自由主義へ傾斜し、統一党を離党し、新歩党に入党する。議員としての地盤は、 ホートン選挙区であった。1961年から1974年まで、進歩と唯一の議員として、明確にアパルトヘイトに反対した。アパルトヘイト反対によって、彼女は警察の監視対象となった。彼女の家はしばしば警察によって盗聴された。盗聴対策に口笛を吹いて対抗した。スズマンは、ユダヤ系で英語を話す女性ということから、 カルバン派のアフリカーナー男性を中心とする国民党支配下の議会にあっては異端者であり続けた。彼女は院内における閣僚に対する質問で南アフリカを困惑させるのは私の質問でありません。あなたの答弁です。it is not my questions that t imbaris south アフリカ ,it is your answers と述べている。その後、議会内の白人アパルトヘイト反対派は 大同団結し、進歩党とハルイシュアルツの改革党が合併し、進歩改革党を結成した。以後、スズマンは進歩連邦党に所属し、議員在職は36年間、コリンエグジンなど議会内自由主義者とともに、アパルトヘイトを批判し、アパルトヘイト根幹法の一つで、16歳以上の黒人に出生、部族などを記した証明書の所持を義務付け、 移動を制限したパス法の廃止などに尽力した。1967年以降、ケープ半島沖のロベン島に習慣中のネルソン・マンデラを訪問し続けた。1996年に新しい憲法が制定され、マンデラが署名した時にはその傍らに列席した。スズマンは偉大な南アフリカ人100名中24位に選ばれた。また、 世界27カ国の大学から名誉博士号を授与され、1978年国連人権賞を受賞。二度にわたってノーベル平和賞の候補者にノミネートされた。このほか国際的な宗教団体、人権団体などからたくさんの賞を受けた。イギリスのエリザベス2世からは1989年大英帝国勲章を授与された。 2009年1月1日、ヨハネスブルクの自宅で死去した。91歳。アチマトダンゴールネルソンマンデラ財団専務理事は、スズマンの死を悼む談話を発表し、偉大な愛国者であり、アパルトヘイトに恐れず、立ち向かった選手と個人の名誉を称えた。名は、女優のジャネット・サズマン。ありがとうございます。